近藤武雄は、日本競馬会、国営競馬、日本中央競馬会に所属した騎手。北海道札幌市出身。立風安城の竹雄1949年6月5日1939年1月に、成良競馬場の青池良佐旧社に、見習い騎手として入門。しかし青池が死去したため、伊藤勝義旧社に移籍。 1942年4月12日に初起乗、初勝利を挙げた。以来、伊藤急車の所属騎士として起乗したが、体格があったために米飯を取らないなどの食事制限を続けた。それでも体重が重く平地競争にはあまり乗れなかったため、障害競争を中心に起乗していた。しかしながら、平地競争においても1949年の優春競争を立ち風で、 1960年の宝塚記念を、ホマーレイヒロで勝利するなど、数々の重賞や特別競争で勝利した。口数こそ少ないが、温厚で人望も厚かったという。1960年12月24日、阪神競馬場の第7競争で千歳地からに起場、機乗第7障害で、馬が飛び越しを拒否したところに、後続の宮城王が激突して落馬。 肋骨骨折による外傷性気胸を発症して入院したが、翌年1月6日に右肺損傷のため39歳で死去した。ありがとうございます。